皆さんこんにちは、小沢マリアです。今日の動画はですね、携帯ゲームでゲームをやってみた動画を撮りたいと思います。結構ゲームやるイメージついてないみたいで、ゲーム好きなんだよねって言うと結構驚かれるんですけど、でもすごい偏っててできるゲームが、シューティングとかアクションとかパズルゲームがすごい好きなんですけど、逆にコンピューターゲーム、オンラインゲームとか、FF 系はすっごい苦手で、ストーリー性があるやつがちょっと龍が如く以外はすごく飽きてしまうので、あんまやらないんですけど、携帯ゲームは、やっぱ手軽にできるし、フィリピンに行くようになってからやっぱ渋滞がすごいので、その間にやってたっていうのもあって、めちゃくちゃハマってたんですよね。なので、私が携帯の中に入っているゲームの中から一つピックして、それをやってみたいと思います。ちなみに、ゲームアイコンの中では、こんな感じでゲームが映ってます。で、ホームスケープス、ホーム、ガーデンスケープス、この2つ一緒なんですけど、パズルゲーム。おじさんゲームってなったけど、これ飲んでる時によくやるんですけど、なんか怒ったおじさんがいっぱいいて、それを消してって、なんかドカーンみたいなやつなんですけど、と、ポケットキャンプと、キャンディークラッシュは結構前からありますよね。と、マリオカートを持ってて、で、最近、もうでも、ホームスケープス、ガーデンスケープスは結構やってて、で、マリオカートもまあ時間がある時にやってて、って感じですかね。あとの3つはもう、ほぼ日本に帰ってきてからやらなくなっちゃったんですけど、から、この中で一番やってて楽しいの。多分マリオカートなので、マリオカートをやっていきたいと思います。よし、マリオカートスタート。じゃあ、何からやろうかな。こうやっていろいろあるんですよね、コースが。で、なんかレースが毎週毎週変わるんですけど、今回私は6位です。意外とダメなのかな、今週は。で、なるべく課金しないで、なんかやり込むタイプなので私、もうずっと一生そのクリアできるまでとかレベル上がるまでやってるので、結構コツコツ派なのかな。じゃあどれがいいかな、一番まだやったことないコースやってみましょう。じゃあこれにしよう。チョコマウンテンカップで、私が使うキャラクターは、結構前だけど限定でもらったピンクゴールドピーチを使って、で、乗り物はボーナスポイントがやっぱ一番多い方がいいから、レベル1の400のこのカートと、これはどれがいいかな、もうやっぱりレベル2の400かな、もう小堀で決定。よし、初めてやるコースなのでちょっと緊張なんだけど、テンションは上がりますね。やだ、3位だ、負けてる。お、いきなりフレンジーモードだ、ラッキー。フレンジーモードって言って、ゾロ目が出たらちょっとスーパーモードみたいになるんですけど、お、いい感じじゃないですか。2位だ、巻き返した。
そう、やだ、3位。3位でした。何人中というか、8人中です。あ、でもいい。8人中。悔しい、でも3位。1位にならないと広島に、はい、意味がない。はい、もう本当性格でよかったね。ちょっとこれは面を変えてやり直しましょう。あと1ゲームでいいですね。だから優勝できるコースをお願いします。そうなりますよね。よし、優勝できるコース、じゃあレインボーカップで今回はオーロラのロザリナを使ってこのカートにしてパラグライダーみたいなやつをめぐりさんにしよう。あー、自分でただ自分で進めてるゲームだから別に1位取んなくてもいいんですけど。確かに。そうなんですけど、やっぱりね1位じゃないとモヤモヤする。あ、よし、1位だ、このまま。いけ。お願い。お、よしよし、いい感じ。なんか立った。うわー、くそ。ムカつく。こうやっていつも家で夜な夜な寝れないときは一人で携帯投げ続けゲームしてます。うざー。チャン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 。こうやってツアーで星がもらえるので、星をもらったらこうやってプレゼント交換で今回は300コインもらいました。まあそんな感じで結構家でやってたりするんですけど、みんなももし iPhone ユーザーだったら誰でもこのマリカーをアップロードできると思うので、皆さんぜひやってみてください。でこれなんか友達申請とかできて一緒になんかコース回ったりとか一緒になんかねグループ作ったりとかできるので、みんなもしダウンロードしたら友達申請するので教えてください。以上、私の負けず嫌いな面を見れたゲーム動画でした。またね、バイバイ。